くりしていってね。この動画は、読んだ漫画の感想、レビューをする動画となります。大体6作品くらいをまとめてレビューするのぜ。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それではレビューを始めます。究極難度の異世界に転移したのでゲーム知識を使って英雄、グリッチを駆使してゲーム攻略しようぜなナロー系作品。内容は、ダークソウルのようなゲームの、ハイプレイヤーだった主人公がダクソっぽい世界に異世界転生。そこで、ダークソウルよろしく、初見殺しの騎士っぽいモンスターと戦って倒して世界を救うという感じのシナリオ。シナリオとしては、グリッチを使いまくって RTA を走るという感じの RTA 動画が流行したからこそ生まれた作品であり、2000年からしたら考えられない作品。時代になったのぜ。例えば、決められた所定のチュートリアル魔法を使わないと、イベントが進行しないので、その硬直時間中に弱点をタコ殴りにすれば倒せるとか、雑魚キャラだと思ってたキャラがレベリングにおいては非常に有用なキャラだったとか、そんな感じで、ダクソとスカイリムを混ぜたような世界で、最速攻略をする漫画。この漫画は他の RTA 漫画と比較して、工夫されている部分は、Any% の RTA では誰もがお世話になる壁抜けグリッチを、NPC を引き連れて行うと NPC が、そっちに行くことを私はしてはいけない気がする。だからそっちに行けないという部分が、斬新という感じ。漫画として作画もお上手だし、シナリオも読みやすい作品。グリッチとチートの違いなんだけど、攻撃には、グリッチは、ゲームの制作元が提供しているソフトデータ内で発生するバグを利用するもので、チートは外部ツールを用いてソフトデータを改ざんし、正規のプレイでは再現できない挙動を引き起こすものなので。まあ、でも Nintendo64 の007とか、公式が、お遊び要素としてチートを用意してあったりするので、そこまで強くこだわらなくてもって感じの区分けです。今現在は、クラッカーという表現が消えて、プログラムを使って悪さするやつイコールクラッカーなんだけど、今じゃハッカーってなっているから、言語ってよくわからないのぜ。転生したら序盤で死ぬ中ボスだったヒロイン眷属下で生き残る。この漫画もバグ技を駆使して生存戦略を図る系の漫画。漫画としてはこっちは、FF6 とかオクトパストラベラーみたいな、2D 王道 RPG の世界の苦人誌みたいなのに転生した、やり込みプレイヤーの男が主人公。クジンシーは新宿って名前のロマサガニで序盤でガメをベラする中ボスなのぜ。で、この漫画の場合は、ポーション増殖バグとか、オートボーガンを装備するとかそんな感じの、往年のレトロゲー特有のバグ技を使って、勇者パーリーが攻めてくるというイベント中に裏切って、主人公を殺そうとするメイドをシナリオ進行する前にハーレム化して、自分の弱点属性で攻撃する魔法使いをハーレム化して、とハーレムは全ての問題を解決する漫画、レトロゲーム風のドット絵を差し込んだ作画が、とてもよくできているし、レトロゲーの世界をリアルにするとこいつらこんな感じのキャラクターだったんだなって、部分がレトロゲー好きからすると、懐かしいって思えるような演出になっているし、レトロ RPG 攻略漫画としても普通に面白いし、作画もお上手。その上ハーレムを拡張するイベントで、色っぽいシーンも挿入されると全方位外交できている稀有な漫画でありモルトベイね。何よりも、主人公がハーレム化するキャラクターの中には、勇者パーリーの仲間キャラクターとかが含まれているんだけど、そいつらは正規シナリオでは、最終的に必ず権力のごたごたに巻き込まれたり、クズ人間たちによって不幸な目に遭います。ってシナリオを差し込んでいて、読者が正義は主人公にありみたいな、まあこいつらはハーレムになった方が幸せだろ。っていう風にこれでもかってご都合を示唆する部分は、読者目線がよくできておりべね。転生王子が原作知識で世界最強。この漫画はガチでコメディ部分のセンスがくっそ激烈にお上手な。ぶっちゃけアニメ化してほしいし、自分がアニメ会社の社長さんだったら絶対この漫画をアニメ化する。それくらい面白い。バグ技系ナロー系作品であり、ガチでおすすめ。100点満点中、120点の漫画なのぜ。主人公は、ディスティニースレイヤーなる RPG ゲームで、序盤のカマセイヌとして華々しく主人公の勇者パーリーに、倒されるクズキャラのメイドさんが大好きなガチデイ。このメイドさんは、そのゲームにおいての名もなきモブであり、ゲームプレイヤーがカマセイヌのクズを倒すと仲良しするという感じなので、プレイヤーの主人公は、壁抜けしてイベントをスキップしたり、といったありとあらゆる方法を駆使して推しのメイドさんを救おうとしたが失敗。そこからなんやかんやあってそのクズキャラに転生。今度こそ推しのメイドがガメをベラしないように、ありとあらゆるバグ技を駆使して、レベリングを始めるという漫画。この漫画はゲームプレイヤーの虚無の顔の顔芸が面白いってだけじゃなくて、しっかり主人公キャラの基礎ができており、推しはめでるものであって、
春を散らすものではないみたいな感じの性格設定しているので、ことあるごとな発生するラッキースケベに対して、俺のディスティニーソード移入で、推しを傷つけてしまうとか、コメディに勢いがあって大変面白い。何よりも、前半出てくる謎のおじさんとかの、バグ技の使い方がクソ激烈に面白く何度もあんこが飛び出るんじゃないか、と思える出来栄えで久々に笑った。作画とシナリオの勢いが凄まじく、気を抜くと笑い殺しにかかる大変面白い、とてもおすすめの漫画、生活魔術師たち、ほげほげに挑む。この漫画は連載ものでありながら、章ごとにタイトルがコロコロ変わる漫画であり、それが実質難関なのかが把握できずに非常に読者に不親切な作りになってる。内容がないようなバラエティ漫画なので、ぶっちゃけどの巻から読んでもそこまで支障はない作りなんだけど、メインキャラクターのチート能力とかの解説が実質一巻である。生活魔術師たち、ダンジョンに挑むを読まないと詳しくわからないので。内容は、学園ファンタジー世界で、攻撃魔術家から目の敵にされつつ、予算と人的リソースを搾取されている生活魔法家が舞台。この生活魔法家には、メインキャラクターのチート空間魔法使い、チート創造魔法使い、チートテイマーが存在し、カマセイヌの攻撃魔法家が喧嘩を売ってきたから、サボタージュしてやるわってなったら、チート生活魔術家に内政を依存していた攻撃魔術家は盛大に自爆するわ。生活魔術家に実質金の卵は引き抜かれるわって感じの漫画。漫画としては、ほぼインフラなどが行き届いた高度な現代社会であり、そこにモンスターとか魔法がご都合的に配置された社会なので、バラエティ色が強いし、主人公たちは攻撃魔法家のカマセイヌにザマーをするわけではなく、侮辱を与える感じのお人よしなので、ザマーをたしなみたい人向けの作品ではない。電車内の暇つぶしにちょうど良い感じの読みやすい漫画。ログアウトしたのは VRMMO じゃなく本物の異世界でした。現実に戻ってもステータスが壊れている件。ジャンク風ソードアートオンラインという感じの漫画。この漫画のこの作画って、一目見ただけでジャンクっぽいなって思える作画しててすげーのぜ。僕以外全員転生者かよ。なんかは、マシマヒロって感じの作画で、マガジンっぽいって感じだし、作画でポサって出るのぜ。内容は大人気没入型 VRMMO を遊び始めたら、ログアウトできないって感じになってしまい、N 万人がその VRMMO の世界に取り残されてしまう。死ぬとダメオベラという性質のゲームなんじゃないかなって感じだけど、主人公パーリーはガチ勢として、長く、苦しい、戦いの末に、ラスボスを倒すことに成功。その後なんやかんやあって、前振りみたいなことをした後に目覚めたら、自分が元いた世界ではなくパラレルワールドに目覚める。そのパラレルワールドの現代ジパングでは、VRMMO の世界よろしく。ステータスとかあるし、異界が交通事故的に現れる世界であり、VRMMO の時に培った能力が使える主人公は、そのパラレルワールドのジパングの世界で、俺杖をしつつヒロインを拡張しつつ、イベントをこなすというシナリオが始まる漫画。読んでて、なぜそうなのか説明できないが、作画からシナリオからものすっごいジャンプっぽいし、この漫画を読んでて、せっかく伊佐山壮がジャンプに持ち込みしてきてくれたのに、金の卵を取りこぼしたジャンプが、絶対もうそんな取りこぼしはしないで、当たりそうな新人は片っ端から連載させよう、みたいな意気込みを感じる漫画。崖の上のポニョかなんかの音楽プロデュースをしたプロデューサーみたいなのが、昔、自分が所属しているレコード会社で、ミスターチルドレンが面接に来たらしいんだけど、その時のその音楽プロデューサーは面接で、ミスターチルドレンを弾いたってことがあって、それ以来自分は、人を見る目がないから面接はしないってなった。エピソードをどっかで読んで、潔くてベネって思ったので、まあ、そもそも、もしも才能のある人間を発掘できるなら社会は今後ももっともっと発展しているはずだしね。それができないから大抵の才能のある人間は、自分でなんとかスポットライトを浴びれるところまで登ってこなければならないんだけどね。そもそもが無理な話なのぜ。追い出された万能職に新しい人生が始まりました。この漫画は3巻の壁を越えて長期連載されているために、ある一定以上のクリック率や売り上げがあったことが見込まれる作品。内容は、錬金術師としての適性の高い主人公のお人よしは、錬金術師以外の冒険者のジョブを目指していたが、適性の違いからずっとノーブのジョブのままだった。それにはぁ、一回辞めたらこの仕事という至極真っ当な理由から放逐されたら、錬金術師として頭角を現しつつ、冒険者パーリーはなんとなく落ちぶれていってみたいな漫画。漫画としてすげーなという部分は、温厚な上司を怒らせるようなクズの既得権の描き方がお上手であり、この世は権力者なる既得権と、その既得権がまき散らすクソの始末をする平民しか存在しないのである、というしょっぴょむっちょの描き方がお上手。ほとんどそういった既得権のクズがざまあしないすげー漫画なので、人質生活から始めるスローライフ、普通に面白いよくできており、まとめ方も綺麗だし、
っかり短期で綺麗にまとまって、終わらせる部分の構成も2024年を意識してて好感が持てる。内容は前世の記憶を思い出した小国の王女の次女の主人公の幼女が、大国に人質みたいな感じで留学して、なんやかんやあって微妙な食文化のナーロッパで、料理をしながら従者みたいな人々を餌付けして、という感じの漫画、本当によくできているし、スローライフものなのだがしっかりイベントを用意しており、イベントの差し込み型だったりの、スローライフの表現など非常に丁寧で面白い、電車内の暇つぶしにおすすめ。